羽生結弦ゆずるフリーへ40分間汗。4回転トーループでつまずくもリカバリー。フィギュア国別対抗戦。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。16日。フィギュアスケート世界国別対抗戦。男子シングル公式練習。マルゼインテッカーリーの大阪。五輪2連覇で前日のショートプログラム。SP2 位の羽生結弦ゆずる。26。 ANA は午後のフリーに備え40分間汗を流した音楽を流した練習で、羽生は連続ジャンプの最初の4回転、トーループにつまずき単発に終わると、最後のドリブルアクセル3回転半にサルコーを添えてリカバリー。本番でも起こりうるミスに対応した内容となった。体の動きに重そうな様子はなく、全体的には演技の流れの確認に時間を割いた今季最後となるフリー演技。 何かしらの希望だったり、心が動く瞬間、一秒でも、一秒にも満たない瞬間でもいいので、何かしら誰かの中に残る演技をするべきだという思いで今ここにいる。コロナ禍で苦しむ人のために。その思いを込めて、羽生は午後7時36分に登場する予定。フリー2位の羽生譲る。悔しい気持ちありますが、よくやったと言ってあげたい。フィギュア世界国別対抗戦、16日。 フィギュアスケート世界国別対抗戦第2日。男子フリー、大阪、マルゼインテッカーリーナ大阪、冬季五輪に連覇の羽生譲る、26、ANA が10番滑走で登場。今季の自己ベストを更新する193.76点をマークし、フリー2位で今季ラストの国際大会を終えた、昨年12月の全日本選手権、長野や3月の世界選手権、 スウェーデン・ストックホルムに続いて花をあしらった水色の衣装に身を包んで登場した羽生はフリー曲「天と地とが奏でる和」のメロディーに乗って演技を開始冒頭の4回転ループをこらえながらもしっかり着氷させたしかし続く2本目の4回転サルコーがリンクに開いた穴にはまってシングルとなったただ後半の4回転から2回転の連続等ループで3.04点という高い出来栄え点 GOE を加えるなどしてカバー 最後のジャンプで飛んだトリプルアクセル3回転半ジャンプをしっかり決めると哀愁を帯びたビワの音色ともに天と地とのプログラムを締めくくったリンクを降りる際にはありがとうございましたと言って一礼した羽生はキ礎くらいで得点を確認した後悔しい気持ちはもちろんありますけど世界選手権を終えての2週間は普通の生活ではなかったですしそんな中でよくやったと言ってあげたいような内容だったとコメント 今大会のテーマを、誰かの光になれるようにとしていたが、続けて、みんなが光だったなと思います。と振り返った。16日の男子フリー。羽生譲は10番滑走。チェンは最終11番に登場。フィギュア世界国別対抗。フィギュアスケート世界国別対抗戦。大阪。マルゼインテッカーリーの大阪。16日に行われる男子フリーの滑走順が決まり。羽生譲ず二26。ANA は10番滑走となった。 午後7時36分に演技を開始する。宇野昌磨、23、トータ自動車、中京大は3番滑走で午後6時33分から演技を行う。羽生のライバルであるネ産サン・チェン、米国は最終11番滑走に決定。午後7時44分に登場する、一方、17日に行われる女子フリーの滑走順も決定。紀平美花、18、 トータ自動車は9番滑走で午後6時8分に、坂本香織21、シスメックスは10番滑走で午後6時16分に演技を開始することになった。また、16日は男子フリーに先立ってペアのショートプログラム SP とアイスダンスのフリーダンス FD が行われる。日本チームは、ペアの三浦陸19、木原隆一28組、共に木下グループが午後3時55分に、 アイスダンスの小松原美里28小松原二29組共に倉敷 FSC が午後4時59分に演技を開始する羽生結弦直前の宇野昌磨の得点聞く気はなかったけど耳に届きスイッチ入るフィギュア世界国別対抗15日フィギュアスケート世界国別対抗戦大阪マルゼインテッカーリーの大阪男子ショートプログラム SP3 月の世界選手権 スウェーデン・ストックホルムで3位だった冬季五輪2連覇の羽生譲る 26ANA が今季の SP での自己ベストを更新する107.12点をマークして2位となった世界選手権3連覇のネイサン・チェン21米国が109.65点で1位だった観客がスイッチを入れるのか自身が観客からエナジーをもらうのかファンにはもうお馴染みロックスターを彷彿させる黒の衣装に身を包んだ羽生は 無観客だった3月の世界選手権を忍ぶ演技を披露し、観客は総立ちで拍手を送った。この日は直前に滑った。宇野昌磨からもパワーをもらった。日本語のアナウンスだったので、聞く気はなかったけど、ミスを重ね、80点台にも届かなかった仲間の得点が耳に入った。自分の演技にしっかり入り、自分のペースでやること。チームへの貢献を考え、知識の演技に集中しながらも、 最後の最後まで宇野選手と共に力を借りて滑らせてもらったと振り返った冒頭の4回転、猿高、続く4から3回転の連続トーループは、いずれも5点満点のうち4点超の加点を引き出した。お得意のトリプルアクセル、3回転半では着氷が乱れて減点となった。だが、頭をリンクにぶつけそうになりながら転倒をこらえる姿には意地のようなものが感じられた得点ではチェンに敗れた。 やれることはやったと思うので、あまり順位は。自分のこととしては前半のサルコーとトーループを初めてこのプログラムで決めることができた。そうは言っても、競技者として悔しさは込み上げてくる世界選手権の悔しさは少なからずあって、リベンジしたい気持ちも少なからずあって、その気持ちを認めて、プラスアルファ、今日の演技のように自分が成長したことを見せられるよう、自分の演技に集中したい。 16日のフリーで挽回をキス。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。